オドントケリス、またはオドントケリスは今日までに発見されている最も古い亀の絶滅属である。波中綱からそう弓はこカメメ。中世代三条候期の約2億2千万年前の中国に生息していた。これまで知られていた最古の亀であるプロガノケリスよりも約1千万年古く、背足の甲羅が不完全であった。全長は約40センチメートル。 発見された化石は生体であるにもかかわらず、川骨を持たず、甲羅の配属が未完成であった。また、口蓋には葉を持っていた。以上のことから、学名として、葉がある甲羅が、半分の亀を意味する、オドンテシェイリズセミテシャという名が与えられた。原初の亀の進化についてはこれまで謎に包まれており、甲羅についても、川骨が発達したものであるという説もあった。 また、その進化の舞台が陸上か水中かでも論争されてきた。これまでは、ほぼ完全な陸生であるプロガノケリスの存在から、おそらくは陸上で進化したと考えられてきた。しかしこの亀を発見した研究者によれば、亀の祖先は海星であるとした。その根拠が、複足に発達した甲羅であった。陸生であれば、アンキロサウルスや、 アルマジロなどのように配側から甲羅が発達したであろう。しかし、複足にのみ甲羅が存在するのは、おそらくこの亀は水星であり、捕食者の下方からの襲撃を防ぐための進化であるとした。また、亀は他の海生生物と共に発見されている。しかしその一方、死子の形態などからこれにことを唱える研究者も存在する。各種の発達した指輪、 陸生の亀に見られる形態だからである。陸上で甲羅を獲得した祖先系の亀がウミガメなどのように水中に進出する過程で二次的に甲羅を退縮させたとする説である。あるいは廃坑も存在したが完全には国家していなかったとする研究者も存在する。化石は中国南西部、貴州省より出土。ありがとうございます。